さあ続けてくるのは単走番長とも言えますこの斉藤大吾、子供の100点も取っておりますが、今度はどこだ、流してきた191さあどうだ、この191ヘアピン、立ち上がっていきました。分かったよ、100点、斉藤大吾単走番長、こんな無茶苦茶な走りしたら園児が泣きますよ。191、速度は今日1度、ヒューマンマーク2が一番速いということになるわけですからね驚きですよ、ありえねえ。